ヒラー・ユアハート -32 ホーネット展示されている、ユアハート -32 ホーネットヒラー・ユアハート -32 ホーネットは、主回転翼先端にラムジェットを取り付けた、チップジェット方式の1950年代初めのヘリコプターである。ヒラー HJ-1 として1950年に開発された。1952年にアメリカ陸軍が、 強化用に12機を発注し、u アハート t 3 2の正式記号を与えた。自長2 5 0ラムほどの軽量な機体の回転翼の翼端に、ヒラー 8RJ2 バイトラムジェットエンジンを装備し、その水力で回転翼を回転させ離陸する構造であった。ロケット弾などを装備するテストが行われた。しかし、航続距離が5 0トルほどの性能では、 実用的な用途に使える可能性はなかったと思われる。燃料消費が激しく飛行可能な時間が短く、航続距離が乏しいという欠陥のほかに、ユアハート -32 に限らずチップジェット試験機、マクドネル XV-1 コンバーチプレーンや、ヒューズ XV-9 の試験飛行と、運用歴においても回転翼の羽根から噴出される、高圧。 高温ガスの排出音が大変に騒がしかった。と報告書が書かれているほどで、タ端ラムジェットエンジンの、ヒラー・イアハート -32 ホーネットも1954年の春に、ラムジェットエンジンの騒音を打ち消すように設計された、高さ5.5メートル、直径12メートルの防音障壁丸屋根、円筒状建物の建設によって、騒音を大幅に減少させる必要があるほどだった。 しかし、機体のすべてを覆い隠すほどの規模のドーム上の障壁を建設する必要性は、チップジェットの騒音問題の深刻さを暗示している。この問題は、チップジェットの機構に起因する本質的な欠陥であり、改善の余地はなかった。外部ラムジェット設置式のチップジェットでは、一般的にオートローテーションが困難であるが、ユアハートマイナス32においては、 ラムジェットが停止した場合にエンジンを通る空気流路を閉じて抵抗を大幅に減少させオートローテーションを行うことは可能だった。しかし翼端ラムジェットのポットが持つ固有の高い効力は動力が遮断された時に跳ね角度を極端な負の角度に設定しなければならなかったことを意味し、これはオートローテーション中にユアハートマイナス32ホーネットが 毎秒15メートルもの降下率で急降下することに繋がった。非常に熟練した操縦士だけが設置の直前に回転翼の向かい角を増加させるフレア操作を行うことでこの急降下を抑制することができたが、標準的な技量の操縦士には困難だった。ありがとうございます。